日本共産党の赤嶺政権です。冒頭ではありますが、霧島山新燃岳の噴火災害に遭われている被災者の方々に心からお見舞いを申し上げます。宮崎、鹿児島両県では爆発的噴火に伴う大量の火山灰のほか、飛ばされた大きな噴石や空気振動などによる被害が日々拡大しています。特に宮崎県では昨年の口蹄疫、今回の鳥インフルエンザ対策に追われる中での被害であり、事態は深刻です。政府においては被災住民の健康と生活を維持する上で災害救助法を適用すること、大量の火山灰を自力で処理できない高齢所帯への人的支援を直ちに行うことなど、迅速な対応を求めるものです。それでは質問に移ります。昨年日米核密約や沖縄返還交渉などに関わる外交文書が公開をされました。公開された資料に尖閣諸島をめぐる文書があります。1971年3月20日付、外務省アメリカ局条約局作成の沖縄返還交渉全般についてという文書であります。該当部分はコピーをしてお配りをいたしました。丸1という数字がついております。ここには沖縄返還協定における尖閣諸島の取り扱いをめぐる日米間のやり取りの一端が記されております。当時の日本政府が協定の付属書に経緯路線を明記することによって、返還地域に尖閣諸島が含まれることを明確にしようとしたのに対して、米側は尖閣諸島が日本領土であるとのアメリカ政府の見解に変更はないとしつつも、経緯路線で囲む方式によって協定上尖閣問題を表面化することは避けたいとの立場を取ったことが明記されております。1951年のサンフランシスコ講和条約で、日本は台湾と澎湖諸島を放棄する一方、尖閣諸島を含む沖縄は米軍の施政下に置かれました。以来尖閣諸島の5つの島のうち、久場島と大正島はそれぞれ大美省、石美省両射爆撃場として米軍に使われてきました。今も米軍に提供されたままです。アメリカは当時尖閣諸島が日本領土であるとの見解を持ち、米軍の射爆撃場として使いながら返還地域に尖閣諸島が含まれることを明確にすることをなぜ避けようとしたのか、政府はアメリカのこうした態度、どのように評価しておられますか。前原外務大臣。赤嶺委員から出されました資料は、これは返還前のやり取りが示されたものでございます。これは委員が先ほどご提示をされたとおりでございまして、結果的にこの経緯路線で囲む方式について、尖閣諸島はすべて囲まれております。結果として1972年の5月15日に返還をされたときには、経緯路線として囲まれていると、いうことでございまして、これはあくまでも交渉の途中経過の中でこういう議論があったと、いうことが示されているだけでございまして、結果としては、経緯路線にも囲まれておりますし、何よりもこれは我が国の問題として、尖閣諸島は我が国固有の領土であり、全くもって領土問題は存在しないと
いうことでございます。またそれを踏まえた上でアメリカの立場については先ほど申し上げたとおり、返還のときには経度性もちゃんと含まれておりますし、また日米安保条約第5条が尖閣諸島に適用されるということも何度もアメリカは明言をしているところでございます。委員長。高峰君。私が聞きましたのは、1972年の沖縄返還を前にする沖縄返還交渉の中で、それまで尖閣諸島を射爆撃場として使っていた米軍が日本の施政下に置くことについて経緯度線で明記することは尖閣諸島問題を表面化することになると言ってためらった、こういうですね、交渉の途中経過とはいえそういうことがあった、それについてやはり疑問を感じざるを得ないわけです。で、これは過去の問題ではありません。昨年来尖閣諸島の領有をめぐる問題が議論されてきましたが、こうしたアメリカ政府の態度を放置しておくべきではないと感じたのは、2003年に公開されたアメリカの外交文書丸2として提出をしておきましたが、これは1971年6月7日付で国際経済問題担当の大統領補佐官が当時のニクソン大統領に宛てたメモであります。当時アメリカが日本や台湾との間で進めていた繊維交渉に関するものです。このメモによれば、台湾との協議を前進させるためのてことして、また非妥協的な日本に、これは繊維交渉に非妥協的な日本にショック効果を与えるために、沖縄返還協定において尖閣諸島の日本返還を留保し、アメリカが施政権を保持することを選択肢の一つとして検討すべきだと進言をしております。要するに尖閣諸島の返還問題を自国の繊維産業を守るためにアメリカが利用したのではないのか、この点について政府の見解はいかがですか。前原外務大臣。外交交渉ごとですので、さまざまな議論がなされたと思っております。しかしその上で抑えなくてはいけないのは、まず日本の政府の固有の立場、変わらない立場であります。1895年の1月14日に、それまで約10年ぐらい、この尖閣諸島というものが他の外国の影響下に全くないということを慎重に調べた上で閣議決定で編入をしているわけでありますし、先ほど赤嶺委員がおっしゃったように、サンフランシスコ講和条約においては台湾と宝庫列島についてはこれは放棄をするということでありましたけれども、尖閣についてはこれは沖縄と同じような扱いをして、現に1972年5月15日に日本に返還をされているということでございまして、日本の固有の領土であるということについての、立場は、歴史的な立場は全く変わっておりません。その上で、交渉ごとの中でいろんな話があったかもしれませんけれども、先ほど申し上げたように1972年の5月15日の時点においては経緯度線についてもそれをしっかりすべてを含めるという判断をしておりますし、現実においては日米安保条約第5条の適用に、範囲に尖閣諸島が含まれるということを累次言っているわけでありますので、さまざまな今までの議論がなされたことはそれはあるかもしれませんけれども、日本の立場と今のアメリカの立場は揺るぎないものであるということでございます。委員長。上田君。繊維交渉をしたらそれが日本側の態度を変えさせるために、領土問題を持ち出してきた経過というのがこの記録にはあるわけですね。で、私があえて、こういう問題を取り上げたのは、今年はサンフランシスコ講和条約から60年、沖縄返還協定から約40年、沖縄が
アメリカの外交、軍事と日米安保に翻弄されてきたからです。で、日米安保には隠されたことがまだまだあります。そこを明らかにすることが沖縄問題を考える上で極めて重要だと思ったから、復帰前の返還交渉の際にこういうアメリカのですね、外交交渉の尖閣列島が使われていた、こういう問題についてですね、やっぱこの公開文書も含めですが、これらの問題を対するアメリカの対応、私は日本政府はきちんと検証すべきだと思います。我が国の立場に変わりないという説明だけでは納得できるものではありません。そこで、その尖閣諸島の問題に質問を移りますが、外務大臣おっしゃったように、私たち日本共産党も尖閣諸島の領有権が日本にあることは歴史的にも国際法上もこれは明白だということを繰り返し主張してまいりました。で、同時にこの立場から、政府は冷静な理を尽くした話し合いによって解決すべきであり、そのことで緊張対立関係にしてはならないと昨年来言ってまいりました。で、この今回のですね、中国漁船の衝突事件から汲み取るべき教訓がそれ以外にももう一つあると思います。これは今回の衝突事件が日中間の外交上経済上の大きな問題に発展してしまったことです。今後今回の事件のようなトラブルが起きた場合に、そのことで日中関係を悪化させたり緊張させないことが重要だと思います。東シナ海は日本と中国と台湾のそれぞれの主張する排他的経済水域が重なって、なおさらそのような姿勢が大事であります。そこで総理に伺いますが、日中両国政府は2008年5月の共同声明の中で、共に努力して東シナ海を平和協力友好の海とすると合意しております。まさにこの合意に立って、さまざまな意見の違いやトラブルを話し合いで平和的に解決していこうという姿勢が重要だと思いますが、総理の見解をお聞かせください。前原外務大臣。日中関係というのは、その尖閣の問題で、一時期ぎくしゃくをいたしましたけれども、お互いが相互互恵関係というものをしっかり築いていこうということで、今緊密な連携を取りながらですね、関係改善に取り組んでいるところでございます。その中において今おっしゃったその東シナ海のみならずですね、やはり海洋航行の自由というものについて、やはりしっかりとお互いが議論するということは大事だろうというふうに思っております。ASEAN のハノイの会合で、中国と ASEAN 各国がいわゆる航行の自由ということで、コード・オブ・コンタクトを作っていこうということで合意をいたしまして、こういったものが普遍的に広がっていくということが我々極めて大事だというふうに思っておりますし、先ほど委員からご指摘のありました、あるいは中国やあるいは台湾、そういったところとは、例えば台風が起きたときに、あるいは遭難した船が出てきたときにどうするのかというようなことも含めてですね、やはりお互いがしっかりと協力をするということの議論をさらに深めて、協力関係を強めていくということは、委員おっしゃるように私は大変重要なことであると、このように考えております。神谷君。総理いかがですか。菅直人内閣総理大臣。まさに中国と日本は一位大水の重要な隣国でありまして、そして今ご指摘の海も友好の海であると同時に、
平和な海でなければならないと思います。そういった点で今外務大臣からも話がありましたように、やはりこの地域で、周辺国を含めてですね、しっかりとしたルールといいましょうか、そういうものがお互いに守るべきルールが明らかになってきて、そうした平和の海、友好の海というものが安定的にな形で維持されていくことが極めて望ましいと、こう考えております。田峰君。私、この漁船の衝突事件が起きた後に、宮古島や八重山、石垣島など漁民の方々からもいろんな話を伺ってまいりました。第一の願いはやっぱり平和な海、友好協力関係が果たされ、安全に漁業ができるような海にしてほしい、こういうことであります。その排他的経済水域が確定してない下でも日中には漁業協定があります。それから漁場という面においても、飼料水産庁が作成した資料を提出しておきましたけれども、八重山の人たちの漁場は尖閣の周辺ではないんですね。取れる魚は、あるいは漁価の問題や燃料の問題やその他いろいろあって、資源の枯渇もあります。尖閣の周辺よりはやっぱりマグロがよく取れる尖閣の南側、いわば中国の漁船は浅い海で、そして、日本の漁船は深い、海でカツオの漁業をしている、そういう、住み分けもあの海にはあるわけです。何よりもですね、漁民が安心して、漁場に、漁場を操業できるようにしていただきたい。その意味で、平和な海、友好協力の海とい う立場は非常に、大切だと思いますし、そういう立場を堅持して、いただきたいと思います。ところが現実にはですね、沖縄を軸にした軍事力の強化が進められようとしております。一つは普天間基地の問題です。去年の5月の日米合意に基づいて、政府はあくまで名護市辺野古への新基地建設を推し進めようとしております。この間、菅総理をはじめ前原外務大臣、北沢防衛大臣、枝野官房長官が相次いで沖縄を訪れ、県内移設受け入れを迫ってまいりました。もう一つは自衛隊の増強です。沖縄の南西諸島で陸海空自衛隊の体制を抜本的に強化しようとしております。与那国に沿岸監視部隊にの配備が言われ、宮古八重山には普通科部隊、那覇基地の戦闘機は倍増、潜水艦も増やす計画です。総理に伺いますが、これは沖縄を米軍と自衛隊で軍事要塞化するものではありませんか。これでは自らアジアに緊張を作り出すようなものではありませんか。総理に聞いてます。北沢防衛大臣。私の方から先にお答えをいたします。今ただいまお話にありましたように、新しい防衛大綱を作り、その中規模の中で島嶼部に対する我が国の防衛体制をどうするかということは記述をさせていただきました。今赤嶺議員が言われたとほぼ同じ体制を整えようとしておるところでありまして、いちいち言わんでもいいですね。赤嶺君。総理、今の防衛計画大綱を含め、そして日米合意の実行を迫る今の政府のやり方は、
沖縄を軍事要塞化するものだという厳しい意見も出ています。そしてそれは逆にアジアとの関係の緊張を激化させるものにつながると思います。総理のご意見を聞かせてください。菅直人内閣総理大臣。新しい防衛大綱ではかつてのいわゆる基盤的防衛力という考え方から、動的防衛力という考え方に転換をし、またこの南西地域について先ほど明峰議員からもご指摘がありましたように、この尖閣のいろいろな課題や、あるいは一般的にもこの地域においてのこのより平和で有効な地域を維持していく上で、我が国として取るべき対応についてこの考慮をして、この防衛力防衛新たな防衛大綱に基づいてのいくつかの対応をしようとしていることはご指摘のとおりであります。で、そのことは決して私は何かこの地域により緊張を増す、あるいはそのためということではなくて、そうならないように我が国としての対応をしていくということであって、私はそのことは我が国としてのしっかりした姿勢を示すことによって、より安定的な関係が維持あるいは拡大できるものと、こう認識いたしております。委員長。赤嶺君。総理、沖縄本島に米軍が集中しているのは、もう総理もよくご存知だと思います。で、陸上だけではなくて、資料の丸6に出しておきましたが、沖縄の周辺の海域は、全部その沖縄本島の面積の4倍以上の広大な海域を持つ訓練水域があります。米軍はそこで自由に訓練水域をしている。で、離島は全部射爆撃場になってるんです。で、そういう尖閣列島にも米軍の射爆撃場があります。ここまでこれだけでも軍事要塞化しておりながら、なおですね、自衛隊を配備して平和友好安全ということが言えますか。軍事的緊張を高めるだけではありませんか。北澤防衛大臣。お答え申し上げます。今この丸六の資料を見ますとですね、この斜線の入った部分を指しておっしゃっていると思いますが、射爆はやっておらないんです、現在は。そのことをぜひ言っていただかないとですね、今の話の要塞化の論理がどんどん独り歩きしますので、米軍はそういうことはしないということでありますので、ぜひご理解をいただきたいと。それから島嶼部に取り違えてませんか。島嶼部に対するものは3000万の予算、調査費の予算を計上して、これからしっかりと沖縄の皆さん方のご理解も得ながら検討をしていくということで。委員長。赤嶺君。ちょっと北澤大臣、私の質問先走りしてなんかとんちんかんな答えがありましたが、射爆劇場で射爆をやってるのは当然じゃないですか。今斜めの線の質問してるんじゃないんですよ。沖縄本島の4倍の訓練水域の中で射爆劇場や訓練が自由にやってる。そして、尖閣諸島にも米軍の射爆劇場がある。やってるかやってないか別にして、ある使うといえば使えるわけですよ。現に、今年には使うという通知までやったわけですよ。そういうことをやりながらですね、そういうことをありながら、これだけでも軍事の負担は大変なのに、
なおその上に自衛隊を置いたら、これは軍事要塞の島になって、沖縄平和友好協力の島ではなくて、アジアに緊張を作り出す軍事の島になるではないかと、こういうことを総理に申し上げているんですが、いかがですか、総理。菅直人内閣総理大臣。まあ、かつて冷戦構造の時にはソ連という国との西側、我が国を含む西側との、いわば対立構造があって、それを念頭に置く中で、北海道などに自衛隊がかなり色濃く配備をされたわけであります。つまり我が国の防衛という観点で適切に努力をするということは、私は平和にとって資することになると、つまり我が国はまさに専守防衛という基本原則を持っているわけでありますので、そのことで何かこの緊張を増すとか、何かその軍事要塞化するということではなくて、我が国自身の努力として日本の安全の上で、あるいは防衛の上で必要な地域により効率的に自衛隊を配置をするというのは、私は決して平和を求めるということとは矛盾していないと、このように考えております。赤嶺君。戦後65年軍事に苦しめられた沖縄にさらに自衛隊を置いて、強化することが国の防衛だという感覚が全く理解できません。私はそういう自衛隊の配備をですね、即刻中止を求めるものです。同時にですね、皆さんは口を開けば負担の軽減と言っておりますが、さっき防衛大臣が答弁しかけたところの問題ですが、訓練水域は決められていながら、それをはみ出して訓練をしようとしました。防衛大臣は、いや、そこはやってませんと、爆撃訓練やってませんと言いましたけれども、去年は、いわば沖縄近海のパヤオの上で、自衛隊も一緒になって、訓練をやろうとしたんです。漁民が抵抗してですね、それはちょっと寄りましたが、それでも訓練区域では、とは違うんです。訓練水域を縮小するのが負担の軽減だ、しっかりやりますと言いながら、実際には訓練水域を超えて、訓練をするようなことが、繰り返されている。こんなことは負担の増大ばっかりではありませんか。いかがですか。北澤防衛大臣。今お話の米軍が計画をしたということでありますが、計画は確かにありましたけれども、米軍がその演習はしなかったということであります。委員長。赤嶺君。それは今年激しく抵抗されて、そういう発表をしたけれども、しかし米側が出した最初の航行警報、訓練水域外でもやりますというのは訂正されて、いないわけです。で、そういうですね、そういうことをこれからもどうするんですか。やらせないということははっきり断言できますか。北澤防衛大臣、時間が来てますので簡潔にお願いします。国会上のことを言っておられるんでしょうかね。国会上のことね。これについてはですね、訓練の実施は国際法上沿岸国である我が国の権利及び義務に妥当な考慮を払って行わなければならないと、こういうことになっておりますので、日米の間で、きちんとした協議をしながら適切に対応します。亀谷君、まとめたいと思います、はい。軍事を強化するやり方と、それから沖縄の古代から伝わる考え方の問題ですが、首里城の正殿に
万国津梁の鐘というのが飾られています。そこには万国津梁とは世界を結ぶ架け橋という意味であり、沖縄は南海の優れた地にあり、朝鮮から優れた文化を学び、中国とは不可分の関係で、日本とも親しい琉球は東アジアに出現した蓬莱島のようである、このように書かれております。国境の島に必要なのは軍隊ではなく憲法9条だということを強く申し上げて、私の質問を終わりたいと思います。